ご通行中の皆様、こんばんは。こんばんは。参政党愛知第5区国政改革委員、近田茜です。ありがとうございます。参政党は3つの重点政策、教育と食と健康、そして国の守り、これらを掲げています。私は教育と食と健康の専門家です。皆さんに問います。今、健康ですか？健康とは、単に病気でないとか、不自由がないとか、そういったことではなく、身体的にも、精神的にも、社会的にも、満たされた状態のことを言います。私は、今の日本の現状、病床は増え続ける一方、生活習慣病の罹患率も増え続ける一方、そして子どもたちの不登校は増え続ける一方、そんな中、私は今の日本を健康であるということを胸を張って言うことはできません。私は今、二足のわらじを履いています。名古屋で、あえと健康になる人、そして健康を伝える活動、そして今この政治活動をさせていただいております。健康の仕事では、先ほど申し上げた、体と心と社会的な健康を担うものとして、体は食の専門家として、そして整体師やパーソナルトレーナーもしております。そんな専門家として、皆さんの身体的健康を守っていきたい。そして、心の健康。私は、もともと名古屋市の小学校教諭として働いていました。その時に、子供たちに、自分に生まれてきてよかった。自分であってよかった。と思ってもらえるにはどうしたらいいか。そんなことを考えながら教育活動をしていました。今でも私はそんなことを思って子供から大人まで自分は誰なんだろうということを問う講座をしています。そして社会的な健康ではありのままを認め、挑戦する居場所を作るという理念のもと、メイクアウィッシュというコミュニティを運営させていただき、皆さんが幸せになれる場所を作っています。私が政治を始めたのはつい数ヶ月前のことです。政治は、皆さんが政治に無関心なら、政治もあなたに無関心になりますよ。そんなことを伝えていきたいと思っています。今の日本の政治は本当に日本人のための政治なのでしょうか。そういったことをこの参政党の皆さんと共に作っていきたい。そして人は正しさでは動かないので、私は楽しさで皆さんを巻き込んでいきたいと思っています。皆さん、活動を楽しんでますか？そういったところから、私は参政党愛知第5区国政改革委員として、政治を皆さんの身近なものにしていきたいと活動してまいります。参政党愛知第5区、近田茜をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。